はい、皆さんこんばんは。夏目さんちのけんです。これってウィダーインゼリーじゃないの？なんなんだよ画面に映してないこと喋んないでください。さあ、ね、実はね、これマリオカート1位取るまでやめれまてんなんだよ。そうなんだよ、うん、今決めた。いかちくないこのキノピオくん、重力を無視してるんだよ。ガガガガガガ何やってんの？雑魚すぎんだろ、今の引っかかり方は。だってね、なんか誰かポフーンってやったらね、なんかポフーンって何？ちょっとね、横移動しちゃったらね、ガガ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 。さあ、無事に1位取れなかったので終わりまてん。終わりまてん。サードでございます。7つです。人の取るじゃ、こっちのサライクルが1個も取れない、サード。急に乗り移るキノピオくん。セーフィンスター。なくなっちゃった。さやって言ってんのにキノピオが乗り移ってんな。中途半端だな。待って。なんでそんなこと間違えた。あ、間違えた。抜けちゃった。何？お前、それであれな。この部屋では勝てないから他の部屋ならいけるとか。ちゃうねん、ちゃうねん。間違えた、今。イカチーバイクはもう。ゲンさん 50% のやんちでした？ほら、そういうことするから。だってこれ適当にやるゲームですからね。スイッチプロマンがいるよ。そう、スイッチプロマンには勝てない。アイアンマンって名前だし。すごいシンプル。素直か？素直だ。待って、日本人ばっかり。日本人じゃんってことは気持ち悪い人ばっかな。見て。超イカチくないこの。イカチー。ほら、そういうとこだよ。本当に。見て、6、待って、ゲンより勝っちゃった。やろ。さっきゲンに勝ったよ。アイアンマンとトトロだよ。どこ？ほんとだ。でもあれはあれだね。同じスイッチからだろうね。ね。これは勝てる。これは勝てる。これ1位取って気持ちよく終わろうぜ。そうしようぜ。しょ。12。なんか、どうした？キノピオが爆発した。さやじゃなかったんだ、あのキノピオ。キノピオだよ。さや、キノピオ、キノピオ。キノピオ、キノピオ。あ、やばい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 。え、今、これ、ブリーンね。ブリーン。やめろー！あ、待って、すっごい、うん、煮卵てめえ何レミー同士でバトってんの？煮卵が今。何やろ、煮卵が今。煮卵あー、あさやちゃんわざわざスマホまで来たのに。お気に入りのブーブーブーで来たのに。ブーブーブー、お気に入りのブーブーブー。あー、もうダメ。うわ、マジ欠点。さやぴぴちゃん、こんなとこに引っかかってガガガガガガガってなっちゃった。やばいじゃん、それ。あ、2位だ！惜しい。やばい、このままと、やばい、レースが、あーかああ途中でガガガガガガガってなっちゃった。やったね。くそ、煮卵め。煮卵のせいだよ、煮卵。煮卵って名前のセンスありすぎでしょ。ここどこですか？雪山、あ、綺麗です。雪山、綺麗です。どうしました？どうしました？ VTuber でもなったつもりなんですかね。煮卵です！撃ちます！やめろお前、配信者がな、基本的に出てる人の名前をいじっちゃいけないんだぞ、基本的に。煮卵って名前、すごく素敵だと思ってる。私もできることなら煮卵って名乗りたい。急に上げてきた。いや、だってずっとそうやって思ってましたもん、私。とっても素敵。あ、待ってください！いつまで続くんです、そのお嬢様。VTuber になりたい、うん、VTuber 志望のさやと、うん、体育会系のさやと、うん、あとどうしようかな、新キャラ系にしようかな。あ、じゃあ異世界妖精系のさやどれがいい？異世界妖精系のさや、うん、常に新しいことにね挑戦していかなきゃいけないわけだから ね、うん、とにかく新しいことやってこないとやっぱりね、うん、おわこになってしまうわけですから、ね、そうですよ、飽きられてしまいますからね。だから常に新しいキャラクターでいきましょう。これスタートしたら異世界系で行く。異世界系だって、うん、待って、異世界系って何の？え、うん、おい、まさかの翻訳すらされてなかった。誰か翻訳持ってきて、マジで。というわけで、全部のキャラ、新しいキャラ試してみたけど、どれが良かった、うん、今後それで行こうと思う。やめろよ、絶対やめろよ。どれがいい？もう決定事項。究極の選択すぎる。夏目さんちの会議で決まったこと。嘘、夏目さんちってさやしかいなかったんだ。夏目さんちの会議で現欠席したからさ。嘘じゃん、それもう実質さやが一人ごとじゃん。さやんち。これ最後、これが最後、真の最後。エクストリーム最後。そう、これが、鬼滅の刃もさ、完結しただけさ、うん、次回、クライマックスっていう、出るじゃん。で、そしたら次今度出てくるのが、次回最高潮クライマックスって出てくる。次は超最高潮って出る。次。どこまで上げんの？わからん。あー、なんか出ろ、防御出ろ。
よし、嘘だー、トゲキジー、やったーやったー、嘘だやったー、嘘だ、サヤを刺して2位、嘘だー、2位ワンツーフィニッシュ、嘘だやったー、これはやったね、ワンツーフィニッシュしたよ、したけどもうゲット、もう完璧だ、ここに全部揃ってるよ、さやほら。完璧だ。俺天才だからよ。ああ、もう。希代のピザ叩きマニアと呼ばれた男よ。さすが仕事ができる男は違うわ。はぁ、浮くまたすぐ。違います。すぐ浮く。俺ピザ焼く。あ、待って、やべ。ああ、やっ。ああ待って、さや、それ、取って取って取って。待って、待って、違う、邪魔。ピザもう取っちゃった。バカ野郎、お前。ああ待って、そっち行けないの、今。え、待って、何これ、待って、やってる。大炎上。大炎上。おい、うわ、ファ、ねえ、あ、待って。あ、のんきに、のんきに食事してる。お前、待って。やったな、これ。やったな。二人ともこっち来ちゃダメ。何投げればいい？何でも投げて。これ鶏肉だな、まず。あ、ここ曲がかっこいいの知ってる。かっこいい。で、それをまたもらう。もらって、あげる。ポテトくれ。あ。せつねー。おい。あ、おいしそう、君。おいしそう、君。肉捨てちゃった、肉さや。肉。あ、肉バカ野郎バカ野郎、お前。まだ肉の子が言おうとして。ねえ。あ、もう終わった。あ、終わった。あ、身がない。終わった。すみません、米投げていただいても嬉しいですか。あ、待って。ないっすよね。さっきすごい、なんか無限に投げるのやめて。あの。あ、しかもいけるし。え、ないないない。あ、米ね。ここで投げる。あ、落ちんのかよ。誰もいなくなった。そして誰もいなくなった。落ちるなら落ちるって言えや。あ、お肉焼けましたよ。美味しいお肉が焼けましたよ。米が、待って。米がない。なんでお皿洗うとこにお肉置いてんの。え、すごい頑張っ、あ、待って、待って、結構いった。欲しい、ミッキーです。結構いった。ホチミッチです。え、これね、友達とかだとめちゃめちゃ楽しいですよ、このゲーム。なんかね、私のね、友達でね、あの、ホテルで仕事してた友達がいて、で、二人ともホテルのレストランで仕事してて、で、旦那さんの方は、あの、コックさんなんだけど、その二人がこのゲームにめちゃめちゃハマったらしくて、仕事とやってることが一緒だった。そう、だからガチのコックさんとその二人の夫婦がやった時には、うん、もう完全に仕事場だったらしい。その話めっちゃ面白かった。うん、なんか気持ち悪い色。変な色。逆ねるねるねるねみたいな色。なんだ逆ねるねるねるね。ナムさん。ナムさん。手塚治虫作品みたいな工夫しない。集中。集中。螺旋が。あ、バカです。バカです。俺バカです。さようなら。やった。やばい。今の、このタイミングのメイルさんの落ちる方お疲れ様でしたが、ジオジオ。めっちゃおるやん。落ちましたとも。私も落ちましたとも。お疲れ様でしたですとも。尻が痛かろうと。俺はヒーロー。勇者様やん。なんでお前、スマブラの時 R してんの、お前やん。いけるべ。いいよ。アストロン間違えた。おやめろ。やめろ。あ、バカ。キュウリ、俺は早い。早いぞ。早いキャラ嫌い。早いぞ。うん、早すぎる。早い、すごい早い。ラリホン。あ、間違えたタイミングずれたあ、気持ちいい。ねえ、私この仕事向いてないのかも。じゃあ行くぜ。3日目 OL 3日目。早い判断が。おいし。
ういあらやったー基本的に自分のトリ道具でやられるの本当にやだ。やばい、ちょっといい勝負になってしまってる。よし。